ですね、前回の動画を見てもらった方はわかると思うんですけど、私ね、すごく顔が変わったんですよ。まずどんな風に変わったかっていうと、この辺がスリムになったからか、ちょっと面長っぽくなってきたんですよね。今日なんかちょんまげしてるから、デコの分も合わせたら、もうかなり面が長い。私はね、すごく不安に思っています。矯正を始めて、だいたい今半年ぐらい経ったんですけど、順調に歯の方は並んできて、これに関しては現在進行形で満足してるんですけど、まさか顔まで変わるとは思ってなくて、最初気づいたのはみんなからのコメントで、なんか顔シュッとしたって言われ始めて、そうかなと思いながらも、ダイエットもしてたし、多分顔から落ちてってるんだと思うみたいなことを言ってたんですけど、結構そういうコメントが増えてきて、こんなにみんなから痩せたって言われるってちょっとやばいのかなと思って、ダイエットやめたんですよ。元の体重に戻したんですよ。でもコメントは変わらなかったの。まあ、主に痩せたってコメントですよね。ちらほら、整形したってコメントが出るようになったんですよ。整形なんか心当たりないし、これどうしようと思って、それこそ顔が引きつってるとか、笑い方が変って言われた頃あたりから、そういうコメントが増えたなと思って、心当たりといえば矯正しかないなと思って、私歯医者さんからこのまま歯列矯正を進めていったら、歯がこんな風に動いていきますよ、みたいなのをもらってるんで、それをね、改めて見直してみたんですよ。私、抜歯してるから、こう歯の形があったとすると、抜歯してるんで、こことここはないんですけど、奥歯がググ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 グって、奥歯が狭まっていくっていうのが分かって、いやもうこれじゃね?と思って。後から、前歯もね、ブブブブブブブっとこう3本分ぐらい引っ込んでいって完成みたいな感じなんで、まだぶっちゃけわからないんですけど、とりあえずこの奥歯が縮まっていくっていう工程は終わったっぽいんですよね、枚数的に。これ以上こけることはないと思うんだけど、こっからは出っ歯が治っていくって工程なんで、もうちょっと私顔変わるかもしれないんだよね。逆に半年前の動画とか見てみると、もうこの辺が全然違う。もうちょっとね、ここら辺ぷっくりしてたんだよ。ここがほっそりしたせいで私結構頬骨がね、目立つようになってきちゃって、これどうしたもんかなと思って、これをね、買ったわけですよ。もうちょっとここをこう上にね、食ってあげたら、頬骨が気にならなくなるかなと思って買ったやつがこれなんですけど、もしもコメント欄とかで、顔違うとか、あ、じゃあ整形したのとかっていうコメントがあったら、みんな優しく教えてあげてください。前まではね、一個一個私が手打ちで返信してたんだけど、みんなもご協力お願いします。ほんと、何が言いたいかっていうと、この顔を短くしたい。短くするといえば、中顔面短縮メイク。中顔面短縮メイクといえば、地雷メイクでしょってことで、今日は初心に帰って地雷メイクをしていきたいと思います。地雷メイクって私どんぐらいぶりなんだろう。サイボーグ地雷とかだったら最近やってるんだけど、ちゃんとした地雷メイクっていうのはだいぶ前なんじゃないか。あ、7ヶ月前だ。元祖地雷メイク。もう半年以上もやってないんだなぁ。だからこんなに緊張してんのか。慣れてたはずなのにちょっと練習しちゃったもんね。ちょっと喋りすぎて冒頭長くなっちゃったんですけど、今日はね、とことん顔を短くしていきます。わぁ、ちょっと楽しみだなぁ。ってことで、最後まで楽しんでいってください。それでは、やっていくぞ!ゆっくりしていってね。ガーよっしゃ、やるかー。うわー、カラコンから迷うなー。どっちも同じ会社が出してるやつなんだけど、キャンマジの5番とファビュラスの5番って着色直径が違うんですよ。ファビュラスの方が大きいのね。地雷メイクといえば黒デカカラコンだよな。ファビュラスのカラコンにしようと思います。ミニコンも使わせていただいて。うおー、でっけー。いや、テンション上がるわ。いいね、地雷メイクって。まだカラコンしかつけてないけど。はい、両目つけたらこんな感じでーす。わー、何からしよっかなー、何からしよっかなー。眉毛から剃っていきます。最近はね、眉毛復活してきたんですよ。
眉なしが恋しいっていうコメントとかもあるんだけど、私はもう二度と眉なしにしないっていう宣言をしたからね、当分このままちょい眉でいきます。次に下地かな。最近冬で乾燥してるからか顔の赤みが気になるんで、多分動画では初めてかな。これキャンディードールの下地のミント使っていきます。ごめん、さっきちょっとタッチアップしたままにしてるからこの辺ちょっとキラキラしてたりするんだけど、こんな感じで緑の下地になってて、 TikTok とかでこの下地使ってる人は大体緑のこの色使ってる。一番人気なのかもしれない。ほっぺんところを中心に塗っていきます。もう私が塗ったらもう全顔になっちゃうんだけどね。あーでもこの下地結構いいかもしれない。ほら、もう赤みが全然ない。ごめんね、この見せるところが本当に小さくて。多分塗りすぎたら本当に顔色悪い人みたいになっちゃうね。塗りすぎには注意だ。うん、おいしさすげえや。ちょっと唇の乾燥気になるんで無印のやつ塗ります。次に、量的な白さを出していきたいんですよ。ってなると、こちら。キャンディードールの下地。今度はブルーを使っていきます。ブルーもね、個人的にはなかなか好きで。これはもう本当に病的な青さにしてくれるから、すごく地雷メイクにはもってこいな下地だと思います。これを上から重ねて、また叩いていきます。地雷メイクはね、もうどんだけ分厚くたっていいからね。地雷メイクほど自由なメイクはないと思ってる。めっちゃ青白い。こっちと比べてもらったら、こっちももちろん赤みないんだけど。あれ。いいねー。テンション上がる、すごく。あまりも首に軽くパフパフしていきます。あまりに顔が白すぎて、あんまり見ないかもしれないけど。次に、眉つぶし。キャシードールヌードマットブラッシャーの02番使っていきます。なんだかんだこれも底見え。これはアイシャドウブラシで塗っていきます。そう、ブラシもね、全部とは言わないんだけど、ほとんど新調したんですよ。もともとこの柄の部分にワンピースが書いてあるやつを使ってたんだけど、多分あれダメだと思うんだよね。薄々ダメかもしれないな、もしかしたら公式じゃないかもなと思いながら、それに買ってから気づいて使ってたんですけど、これ使い続けるのも良くないよなと思ってやめました。次にファンデーション。ファンデーションはティルティルですね。マスクフィットレッドクッションの 17C ポーセリン使っていきます。最近スパチュラですくってそれを顔にのせてたと思うんですけど、ちょっと今回は直付けでいかせていただきます。これ地雷メイクといえばね、厚塗りじゃなきゃいけないから。私パフで塗ったバージョンもすごく好きなんだよな。本当に綺麗だよな。はい、ビフォーアフターがこんな感じです。こっちも塗っていきます。こんな感じで全体に塗れたら、次コンシーラー。コンシーラーはルナのコンシーラー使おうかな。一番明るい色使っていきます。でもあんまり隠すところないんだけど、ここら辺がやけにこけちゃったから、ここには塗っときます。次、青眉。シーグラムのコンシーラーパレットのバニラって色を使っていきます。ほんと中汚いんですけど、こことここの色を混ぜて使っていきます。コンシーラー用の筆で混ぜて眉の上に塗っていきます。ちょっとだけ抑え。地雷メイクといえば細眉じゃないですか。細眉でこの青いとこ見えてんのめっちゃ嫌じゃないですか。私は普段からも徹底的に隠してるけど、地雷男子、地雷女子の皆さんもよかったらこの方法を試してみてください。どんだけ時間経ってもこの青眉復活しないから。コンシーラーも伸ばします。涙袋を描くんで、目のキワキワまでね、ファンデーション塗っていきます。いいねー。めっちゃもう、あ、すげえ。陶器肌。今度はこの色と、この黄色っぽい色混ぜて、ゴルゴ線をね、消していきます。このコンシーラーはね、広げていくんじゃなくて、その場でタッピングだから、馴染ませるっていう感じでやっていきます。そんな感じね。問題はこっちなのよねー。もうこっちのクマがひどくてひどくて。どうかな？それなりに消えた？これぞ本当の陶器肌だよね。一旦キープミストタイム。みんな、このモイストタイプさ、もう全然売っ
ってなくない？最近あんまり見かけなくなっちゃったんだけど、これってもしかして限定だったのかな？キープミスト乾かしてパウダーの方を塗っていきます。セザンヌウルフは仕上げパウダーの03番。実は今日のメイクさ、絶対失敗したくないの？っていうのも、初心に帰るから地雷メイクするって言ってたんだけど、なんか私最近落ち込んじゃってたわけよ。特に理由はないんだけど、なんとなく気分が重いみたいな、意味もわからず涙くるみたいな日が3日ぐらい続いたのよ。だからテンション上げたいじゃない。じゃあ地雷メイクしましょうってことで、今日は地雷メイクしています。待って、全然説明しないっちゃった。最近顔の下半身ら辺はパウダー先塗らないで後から塗るんですよ。逆にこの顔の上半身の部分とこの鼻のところだけは先にパウダー塗っときます。なぜならその方がアイメイクしやすいから。アイメイクもさー、めっちゃ迷ったの。王道のロム M03 番、これは廃盤だけど、これがザ地雷色って感じなんだけど、もう廃盤じゃん、使えないのよ。プライベートでは使うけど、こちらにします。じゃじゃん。私には珍しく4色以上のパレット、 B by バニラから出てるアイクラッシュマルチシャドウパレット03番ムーテッドロージー。これなんかの動画で読めなかったんだよね。もう調べたらね、 B by バニラっていうなんかバニラ粉のなんか姉妹ブランドかなんからしい。今日はがっつり地雷ちゃんでいきたいので、こことこことここの色を使っていきます。でたまにここ使うかも。だからまず最初、え、何この鼻のやつ、これお粉、お粉だね。ここにもなんかなってるし、 OK。 じゃあ次はベースの色から塗っていく。ベースの時点で二重幅ぐらいに塗っていきましょう。もう横に横に、もうとりあえず外側に外側に目をでかく、下もね入れていってがっつり下げましょう。今日はね加減をしない日。こんな、次2番目の結構ギラついたピンク、ベージュ。このアイシャドウ自体がねキラキラが入ってて可愛いんですよね。アイシャドウは一旦ステイ。次にアイライン、がっつり垂らして太く濃く、こんな感じ。下のラインは平行に黒目終わりから引いてね。うわー、懐かしい。懐かしすぎる。大ライン、二重ラインもがっつり。涙袋、涙袋はね、本来の涙袋の 1.5 倍はマストだからね。こんな感じで下に線を引いて、これをね、こういうピンクでぼかしていくんですよ。もう一回この下のところも入れて。目が寄ってる人はこの真ん中じゃなくて、ちょっと外側が一番濃いと目が離れてるように見えます。あとはコンシーラーでこの下の部分を整えて、目の線はこんな感じ。やばーい、懐かしすぎる。ガセムのコンシーラーペンシルで涙袋の上半分を明るくしていきます。コンシーラーペンシルはね、これが本当にダントツ。影もこう下から上にぼかすってことは、光も上から下にぼけていかなきゃいけないんですけど、その操作がマジで簡単です。こんな感じで涙袋できたら、濃いピンクってここに入れていきます。指ちょっと下通るみたいな。いやー、元祖って感じがしていいね。ラメはね、こちらの2本使っていきますよ。アイムミミから出てるスティックシャドウシマ。上が001番で、下が003番になります。書いてみるとね、こっちがちょっとゴールドっぽいの。こっちがちょっとピンクっぽいかな。ピンクっぽいというか、コーラルっぽいキラキラ。これを涙袋に使っていくんですけど、ちょっと太いからね、使い方気をつけてあげて。この003番の方を塗ってあげて、真ん中のところに001番を乗せてあげると、涙袋が結構立体的になるんですよ。これをこのままこう上まぶたにも塗って、上まぶたも立体感作っていきます。ラメはこの二重幅にしか入れないかな。ビューラーしていきます。つけまをつけないメイク久々だな。この部分ちょっとがっつりまつげを上げていきます。ケイトのラッシュマキシマイザー使っていきます。これを気が済むまで塗ってもらって、多分これどっかの動画でも言ったと思うんだけど、こういうマスカラ下地白くなるのが気になっちゃうって人は、これやった後にホットビューラー当ててあげると白いの本当になくなります。ただね、その分時間かかっちゃうからあれなんですけど、お好みでやってみてください。マスカラはヒロインメイクのボリュームアップマスカラ。スーパーウォータープルーフってやつ使っていきます。地雷メイクの子って、マスカラがロングタイプのイメージあんまりないんですよね。どっちかというとボリュームタイプのイメージ。
地雷メイクだから束の数はちょっと少なめで。次、下まつげ。下まつげは中国ブランドなんですけど、ジュディードールってところから出てるスリムリキッドアイライナーの02番ディープブラウンっていう色を使っていきます。わかります？このとてつもない細さ。下まつげ描くために生まれてきたみたいな。これで下まつげを描いていきます。はい、こっちも3本ぐらいにしました。ちょっとアイラインをねなぞるの忘れちゃったから、アイラインなぞっていきますね。使っていくのがセザンヌ極細ライナーの02番ブラウン。ブラックも可愛いと思うんだけどね、ブラウンで今回は優しい目元にしていきます。こんな感じ。ちょっと微調整していって、私が可愛いと思う地雷の女の子にしていきます。いいね、めちゃめちゃビフォーアフターがいい感じ。いかがでしょうか。こっちの目もやってこようと思います。お待ちくださーい。両目こんな感じでーす。結構良くない？すごい上出来だと思うわ。続きまして眉毛やっていこうと思います。眉毛はねもう簡単、ここの一番暗い色を使っていきます。今日はねウィッグも被っていくから、とにかく暗くて細い眉毛描けば OK。 今使ってるロージーローザのブラシがねもうちょうどいいのよ。これ横にした時の眉毛の細さがもうちょうど地雷眉だから、もうそのままいきます。こんな感じで眉頭から描いていって、眉尻はこの細い方で描いていきます。ただ細いからすごくこう左右差がねバレちゃうから、神経をね眉毛に注いで描いていきます。どうかな、これで変える。そしたらノーズシャドウか。今日の動画見たことあるものばっかだと思うけど、キャンメイクのシェーディングパウダー04番使っていきます。これねダイソーのブラシなんだけど、斜めカットのやつ。これをノーズシャドウに使います。鼻先細め、そのままで鼻根のところはね、私はちょっと目が近いから太めに入れます。ちょっと明るいパウダー、これはねジュディードールのやつなんだけど、これ取ってこの辺ちょっとね、目の近くに入れてるもんだから、ちょっとこの辺ぼかしてあげるのと、細いクリースをこちらあげるとこの感じになるかな。もちろん輪郭短縮、眉毛の上、輪郭は大事。ごめん、輪郭だけこのワンピースのブラシ使うわ。地雷メイクはやっぱ丸顔さんが似合うから、下の部分はいらないのよ。ハイライトは AGTK のハイライトです。02番これの上を取って、まあさっき、まあ、びっくりマーク描く感じで、ちょっとチーク入れたいんですよ。チークはねもうほんと薄く入れます。デザンのナチュラルチークエンドの14番ブラシに取って、目の下のところかな、ブラックは入れて、もちろん塗らない方が地雷っぽさは出るんだけど、塗った方が可愛いですよね。まあ、ごちょ入れたら、レイプ。不自然なくらいの両方くらいのリップがこれでしょう。ロム&ジューシーラスティングティントの17番プラムコーク、得意リップですよ。メイクはこれにて一旦完成。リップとか被ってこようと思います。ラストのテンションは上がるのか。行ってきます。最後までご視聴ありがとうございました。いや地雷メイクってマジでいいわ。今までも何回か地雷メイクやってきたけど、今回のメイクが一番可愛いかもしれない。定期的に地雷メイクを上げていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画も見てくれよな。じゃあねー。